Thank you very much for waiting. So this is, of course, the panel for legendary video game artist Takehito Harada. Just a quick introduction on everybody. I'm Travis. I run marketing for NISA. Next is Mr. Takehito Harada, artist or freelance artist for many NISA titles. Finally, we have Toshi Beppu of NISA, producer. So we're going to do a quick rundown kind of lineage of art for NISA titles and sort of Harada-san's lineage with the company and a lot of the favorite franchises that I'm sure a lot of you guys out there are familiar with. So, this is one that I think a lot of people will recognize, a pretty prolific key art of the original title. And a good look at sort of the rough draft process on the right, leading to the finished product. So a couple of really good group shots and the sort of very familiar intro art. キャラクターコレクションという画集の表紙ですね。カバーアートですね。さっき言った通り、1年で新作出してたじゃないですか。次のゲーム作りながら描いてんですよ。だから、だいぶファントムブレイブに近いテイストがあると思います。左のラハールが丸まってる絵は、タイトル画面ですよね、あれ。これ、日本一の会社の方に、出向いてちょっとテストプレイさせてもらってたんですけど、いるから描けみたいなノリになってその場で描きました。で、左はサントラのジャケット絵ですね。 So earlier we were mentioned Phantom Brave, which actually leads us nicely into Phantom Brave. The two main characters here. こちらはファントムブレイブの設定ですね。右側はラフですね。右側はまだ途中ですね。微妙に違いますね。ドット絵作るので早くデザインくれってせかされてたんで、まあ本当はこれの前にも没になったキャラとかいたんですけど、載ってないですね。これもファントムブレイブのゲーム内挿絵ですね。まあディスガイアと違って光ある表現を意識してますね。今見るといろいろ書き直したいですけど、昔ですからしょうがないですね。Okay. So we got a great look here, and sort of this nice one, and we see this resurgence of Brini. これはファントムブレイブのキャラクターコレクション、画集の表紙ですね。右上にあるのが裏表紙のカットですね。これはゲームのドット絵の小さいキャラのイメージで、わらわら置いてみました。In a group shot like this, we see on the right, it has the sort of breakdown per step that you took. Maybe go over, if you could, go over how you decide how to break up a complicated, noisy picture like this. 右のやつで途中経過は分かると思うんですけど、キャラごとにまあ分けて書いて、あとは微妙に位置を調整しているぐらいですけど、だいたい勢いに任せて書いてますね。ファントムブレイブはとにかくお日様の下の色のイメージですか。あの砂浜や木などに光が当たった時の眩しさを意識しようとして頑張ってたんですよね。A good look here at sort of D2 Phantom Brave crossover. これはロザリンドと一緒にいるからだいぶ後に描いたイラストですね。左右別々で別々に使う絵でくっつくと一つの絵になると思うんですけど、多分
テレホンカードか何かだったと思います。Moving on to Makai Kingdom. A sort of very different take, especially compared to the previous ones. このタイトルはゼタがすごい身長高いじゃないですか。だから全体的に頭身上げたんですけど、今見ると上げすぎたかなと思ってます。ゼタがこれぐらいのスタイルで出したかったんで、しょうがないんです。この辺からプリニーが丸くなった感じしますね。影のつけ方は不気味ですね、この絵。スタイル的には今の基準にかなり近いと思いますね。1の時はちょっと首がくびれてたりしたんで、この右の絵は濃いですけど、まあ、ファントムキングダム的なディスガイア2のイラストですね。これはサントラの絵なんですけどね。でこれが2のパッケージですね。またこのいっぱいキャラ描かないといけない、頑張るぞって描きましたね。まあ、これ初代から数年経ってますね。だいぶなんか絵もカラフルになって、初代よりはちょっとテイスト違いますね。これもキャラクターコレクションの制作途中ですね。Moving on to PlayStation 3. これはディスガイア3のあれ初中見舞いのイラストですね。あのアンケートはがきに送ってもらってると、はい、あの夏の暑い頃に日本一ソフトからはがきが届くんですよ、はい、それに新作の絵が載ってたりするんで、はい、それの絵です。まだタイトルとか秘密にして何の絵かはわからない。この辺はソフトについてくるカードなどの何でしょう、お店ごとについてくる特典なので、はい、お店の人がこれだったらいけるみたいな注文で来るので、ブルマとか水着だったりするんですよ。定番として人気で、真面目なゲームでもこういうの書かされるんですよね、はい、面白いですよね。So we have one of our first major offshoots for Prini 2, the PSP title. まあ実はこのプリニーのポーズは1のジャケットのボツポーズだったんですけどね、ぴったりいい感じに収まりました。でアサギウォーズはちょっとスターウォーズっぽいですよね。まあそのアサギが集合してますね。右下のカクカクしてるのはあの実際にドット絵で描いて、やっぱムキムキのやつ気になりますよね。ゲストイラストレーターさんの絵で上がってきたんですよ、はい、こういうの出すって、はい、それ見て僕が描いてるんで、はい、割とギョッとしましたね。右は新しいユニットの設定画ですかね。格闘家のポジションあるじゃないですか、はい、毎回変わるんですよね。で4がこういう感じでした。バウンサーでしたっけ、ね、左が限定版のパッケージですね。この辺はもう描き方がだいぶ、限定版はこういう集合イラストにしようって決まってきてたんで、この風化は急いで描いた覚えがありますね。So you see sort of a return to the original designs now with sort of enhancements, alterations, slight changes, but still unmistakably the same three that we knew in D1. デザインは変えてくれって言われたんですよ。1と明らかに違うデザインにしてって、むっちゃ悩みました。途中でもうジャケット着せたり、ラハールにジャケット着せちゃったりとか、いろいろ考えたんですけど、やっぱあんまり変わりすぎてもキャラクターとして良くないなということで、いろいろあった末にこれに落ち着きました。結局変わってないって感じです。それでもズボンもっと短い方がいいとか、スカートの方がいいとか、やっぱ意見があるので悩みましたね。これも例によってお店の注文ですね。お店のイラストは本当担当の人の趣味が出るので、きっとこの担当者はメガネが好きだったんでしょうね。これも女選手ですよね。ラハールが女になるからデザイン出してって言われて、えー、ってんで、最初は普通に女の子にしようとしたんですけど、割と僕のキャラのプレネールさんと被るんで、これはちょっとお父さん似にしようかなって、ちょっと背高くして、一番いいところに落としたらこれくらいになりました。 So sort of more the modern era, end of PS3 into PS4. 実はこっちが
ディスガイア D2 より先に開発してたんですよ。なので時間、絵描く時間は多かったですね。まあ魔女は初めてポリゴンのキャラクターだったので、全員の設定をちゃんと前横後ろ服の中とかデザインして楽しかったですね。これはもうだいぶ近年になりますね。キャラが集合してますね。これも例によって限定版ですね。 So we're moving into unreleased yet in the West、Labyrinth of Refrain, Covenant of Dusk。 これはダンジョン RPG ということで、ユニットの絵を全部ちゃんとイラストでゲーム画面に出そうということで描きましたね。大変でしたね。ディレクターの人が注文細かくて、ゲーム中の絵も服装が違うとか、頭に魚が乗ってるとか、バリエーションがあって大変でしたね。I hope you guys enjoyed, and please enjoy the rest of AX22.